どうもこんにちは。どうもこんにちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。シャイワク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 セイオッソッソッセイ。はいはい、始まりましたね。始まったね、今日もね。はいはいはい、いつもの感じで。まあ夏ですよ。思い出ある？ちっちゃい頃とか小学生とかである？あ、夏の思い出。思い出。ああ、一応まあそうだね、夏。まあ俺めちゃめちゃ青春してきたっていうタイプではないからさ、あんまこう甘酸っぱい恋愛の話とかないんだけど、うん、俺虫捕り少年だったのよ、小学生ぐらいに。福島はね、夏は強いでしょ。そうそうそう、うん、山に入りゃカブトムシクワガタがいて、うん、みたいなね、うん、でやっぱ父親がさ、息子を連れてくわけよ、俺をね。でっかい木槌持って木ぶったたいて取ったりしたんだけど、落としてみたいな。そう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 、うん、である日、うん、カブトムシ捕りに行くぞと、うん、言われるわけよ。最初に言うと、うちの親父はリーバイスが好きだったのよ。まずはね、めっちゃシャレオツじゃん。あとなんかジェームス・ディーンが好きで、あ、なるほど、みたいな。なんかじゃあアメリカ世代だ、うん、そう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 、そういう親父だったわけなんですけど、うん、俺は幼少期にガキながら501を買ってもらったのよ。おお、いやサラブレッドね。いいね、サラブレッド、ね、将来古着屋やるための、そうそうそう、なんかね、刷り込まれてたんだよね。でさ、カブトムシ捕りに行くときに、じゃあお前着替えてこいと。俺は買ってもらった501をもうねじ込むわけよ。なるほどね、タイトなジーンズに。タイトなジーンズにちっちゃい体をねじ込むわけよね、うん、で、なんでカブトムシ捕りに履いていこうと思ったかっていうと、うん、うちの親父がジーパンっていうのはガシガシに履いて、うん、色落ちしたり、うん、穴開いたりしてもかっこいいから、もうガンガン履けって俺に言ってたのよ。ど、うん、正解、めちゃくちゃ正解。正解でしょ、うん、正解正解。そうそう、だから俺はカブトムシ捕りっていうハードな状況で、うん、501履いていこうっていう風に思って、うん、外出るじゃん、うん、父親が待ってるじゃん、うん、したらさ、まあ、なんでそんな履いてんだってめっちゃ怒られてなんで怒られてか分かんなくてさ、そうだね、ガシガシ履けって言ったの、うん、あなたじゃんって言ってね。もう理不尽、理不尽でしょ、これめっちゃ覚えてんのよ、だから。まあ今思えば、そのガシガシ履けの意味合いが、うん、そうそう、街に出かけるときにいっぱい履けよってことだよ。そういうこと、そういうこと。まあ俺はもう、うん、ね、そうだね、ハードワークで履こうって聞いてたから、ガシガシ履けって言われたら、そうそうそう、あれほど理不尽なことなかったね、うん、いやでも、もともとワーク着だから正解よ。正解なんだけどね。そうそう、まあ大人って怖いね、ほんとね。501で教わったことは、うん、言葉には裏があるぞ、裏があるぞっていうね。俺ぐらいでしょ、こんなの教わったの。逆にないの、そういう小話。ああ、俺か、小話。夏の、夏の小話、うん、ね、まあまあ、言いづらいことよ。あ、悪さ、悪さね。まあ、今だったらもしかしたら笑って言えるかもしれないけど、笑って言えるかもしれない。あ、ちなみに一瞬、墨の方だけ教えてよ、その悪さというか。じゃあ単語だけいくわ。あ、夏休み、うん、夜、うん、悪い友達、うん、パンツ。最後のパンツがすげえわ、なんか。そう、あ、なんか大体想像ついたよ。あとはもうご想像でもらいます。あ、そうだね。ということで今日も、はい、ワクワクカルチャーチャンネル、はい、始めていきましょう。はい、始めましょう。では、今日はクロバの方から、はい、僕らもね、うん、影響を受けてる映画、うん、まあ、イギリスのね、青春カルチャー映画、間違いない、うん、うん、について掘っていきたいなと思います。はい、その映画はこちらになります、はい、トレインスポッティング。幸せなしでめちゃめちゃ行ったね。でも今日はこの中でも、うん、ロードオブドッグタウンの時のように一人に絞ってユアン・マクレガー演じる、はい、そうです、レントン主人公、うんうん、についてのファッションについて、うん、掘っていきたいなと思います。はい、まあ、まず、うん、トレインスポッティング、きっと見たことある人もね、うん、この視聴者の中にはたくさんいると思うんですけど、うん、なんかさらりと、まあ、ネタバレしない程度にあらすじだけ、うん、まあ舞台は90年、うん、あの頃のねイギリス、そうですね、を舞台にしてて、うん、まあ主要なね、うん、まああの頃のちょっとした悪というかね、そうだね、うん、のやつらがいて、まあみんなジャンキーなんだよね、薬中です、みんな薬中、アル中もいて、うん、そうだね、みたいな感じで悪さばっかりしてみたいなのと、青春と、うん、ね、仲間との友情と、うん、裏切りと裏切り、そっからのこう大人になりきれないところと、うん、のこう、なんだろう、軽快に進む話とか服装とかに反して、うん、まあ軽くそんなに重たくはないけど、うん、そういうね、当時のこう大人になりきれない、うん、悪たちの、うん、日常というか、そうだね、そういうのを描いてる感じで、うん、なんかどうしようもできない感じっていうのかな、うん、なんとかしたいんだけどどうしようもないみたいなね、うん、じれったい感じ。
ってはやっぱさ、うん、音楽すごいかっこいいんだよね、かっこいい、この映画はね、かっこいい、かっこいい、当時話題になってたね、うん、楽曲とか使われたり、うん、オープニングはね、あのイギーポップ、そうだ、まあアメリカですけど、うん、あれから始まってね、ダッ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 これね、そうそうそう、だ、ね、そう、あのシーンからね、始まるんですけども、なんか喋り始めたらすげえ内容説明したくなってきちゃったからとりあえず内容はそうだね、うん、まあ見てほしいからね、これまず見てほしいね、それこそあれだよね、前やったロード・オブ・ドッグ・タウンの時みたいに、誰推しか出てくるよね、出てくる、絶対出てくるね、これね、はい、クヌギャム君、俺はね、すごいベタだけどやっぱレントン好きだね、レントンかっこいい、レントンかっこいいよ、もうこの見た目通りの、ねえ、やっぱね、そこなんだよな、俺かっこいいね、逆に誰推しなの、スパットは、あー、いるよね、スパット人気高いと思うわ、あいついいやつだもん、そうなのよ、どうしようもないやつだけど、どうしようもないけどね、あとおしゃれ、かっこいいね、めちゃくちゃおしゃれ、それこそリチウムで扱ってるポリシャツなんかすげえ着てんだよね、あれね、インナーにね、そう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 、あれかっこよかったね、今日は、ちょっとマジで1時間になっちゃうから、いや、そうよ、じゃあこう今日はレントン、レントンね、じゃあまあ俺が今題名つけていい、ああいいよ、トレインスポッティング、レントンに学ぶ、タイトサイズのすすめ、ああ、本当にバッチリしっくりきてますね、これね、じゃあ今日も掘っていきましょう、はい、行きましょう、はい、さあではレントンのファッションについて掘っていくんですけども、はい、まあ多分もうイメージあると思う、レントンって独特だよね、独特だね、今やったらさ、危ないか危なくないかぐらいのところをさ、そうだね、絶妙にね、あるよね、どういうイメージがあるレントンファッション、まず一発目は、タイトな T シャツでしょ、それですね、チビティピチティとか ね、なんかほんとトレインスポッティングを指して言うような言葉のイメージもあるけど ね、じゃあそういう T シャツでイメージある映画っつったら、多分俺ら二人が一発で、そうだね、トレインスポッティングできる、まあ、うちのね、仕入れでちょうど、まあ、濃い T シャツというかね、まあ、これなんかね、サイズちっちゃめで、濃いね、オールド感、ヴィンテージ感のあるね、こういう T シャツも今ね、入ってきてるんですけど、これでも今見たらちっちゃいって思うけど、もっとちっちゃいよね、もっとちっちゃい、すごいちっちゃい、ね、本当にね、丈も肩幅もギュンギュンだね、そうだよね、でもこのさ、やっぱり古着で選ぶのが絶対正解だなって思うのよ、質感とか雰囲気とかもね、そう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 、なんかやっぱ薬中でさ、どっか破滅的な感じじゃん、やっぱね、ビンビンに綺麗な服よりはやっぱ古着でこういうの選んでね、そうだね、行ってもらいたいかなって思うんだよね、レントンのあのジャストサイズの T シャツテロテロだもんね、テロテロだね、テロテロだもん、薄そうな、でもよく伸びそうな感じの T シャツ、ただヴィンテージライクな質感、あとは俺がさ、思うイメージなんだけどさ、あのライン入りの T シャツ、イメージあるのよ、あのちょっとフットボールっぽい感じでしょ、そう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 、劇中でね、かっこいいよね、かっこいいね、まあそれもあるんすよ、そういうのね、いやチラチラしてた、チラチラしてた、これとかまさにだと思うよ、まさにね、この80年代ぐらいのやつなんですけど、アディダスのね、肩にライン入ってる、ここ一番ポイントじゃないかな、ここポイントだね、まあ序盤のシーンから後半のシーンでね、レントンはこういうのにブルーのジャージ着たりして、多分まあ象徴的じゃないかな、こういう T シャツね、この辺をジャストサイズで着るっていいね、いいよね、ただ、前回の動画でもちょっとねこういうの話したけど、モテないですよ、モテないね、これモテない、モテないですよ、本当にだからモテを捨てた人か、もう彼女いる人におすすめだね、本当にそうなんだよね、じゃあこれ、ユアン・マクレーガーがかっこいいからね、そう超絶イケメンだからね、超絶に坊主頭でピチティにさ、片っぽだけピアス、あーそれポイント、ね、これリングのね、そうそうそう、してて、ね、あれかっこいいんだよね、マジかっこいいね、T シャツはそんな感じだったけどさ、なんかこういう T シャツを着て、あのレントンっぽい雰囲気出すにはさ、やっぱ T シャツだけじゃ足りないと思うのよ、やっぱトータルであのスタイルなわけじゃん、そういう時にさ、あのいいアイテム実は今日持ってきてくれたじゃん、持ってきた、リチウムから、そうそう、リチウムの在庫の方から、持ってきてもらってて、これですね、リーバイス のデニムなんですけど、スキニーデニム、スキニーデニム、品番でいうとこの511、そうだね、これ511になりますね、今現状あるリーバイスのラインナップの中でおそらく2番目に細い、そうだね、510ってのがあって、それをスーパースキニーとか、スキニーって表記されるとすると、この511がスリムとかスキニーって表記されるんだけど、ちょっと優しめな表現になるんだね、何だろう、レントンのスキニーって、ピタピタだけど、
ゴムみたいなピタピタじゃないじゃん。ああそうだね、うん、ああいうピタピタを表現するのに511すごくいいなって思ったり、本当にぴったりだと思うね、うん、色味もねこれ結構近いんじゃないかな。そうだね、青っぽいというかちょっとグレーっぽいというか、うん、そういう色味なイメージだよね。ベントンっぽいよね。でさらに行くならやっぱこれは結構外せないよね。やっぱりねハイカットのオールスター、これは90年代のアメリカ製、あこんなイメージ、あベントン見えたね、ベントンだねこれ来たね、見えたね、完全にね、うん、やっぱこれでしょ。だってだ、ね、正直今日さ、うん、トレインスポッティング撮るって分かってたから、うん、あの履いてるでしょ。履いてますよ僕も、あのオールスター着なり、うん、でちなみに T シャツ僕レッド実は完璧じゃん。いやもう意識してきてね、うんまあ、でジャージね、そうそうそう、レントンスタイルでねちょっと臨んでるんですけど、ちなみに俺も、うん、あ分かったのレントンいました。511、511、あ僕もちなみに511いやでもそういうことだよね。いや思い入れが溢れてる、ね、そう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 ね、うん、この辺はドンピシャかなと、うん、本当に間違いないね。あとリチウムで扱ってる材から元ももう一個、うん、あもう一本あるね、うんうん、T シャツもね、もう一枚いい感じのちょっとリチウムから持ってきてもらって、これもぽいね、これは ユーロリーバイスでいいのかな、ユーロリーバイスの501、うん、501、このユーロは色落ちもいいプラス結構細身のものも多くて、うん、いや本当にシルエット違うもんね。この辺ウエストベルトないぐらいジャストル履くと、うん、あの今に落とし込みやすいレントンスタイルみたいな、うん、間違いない、ピタピタすぎない細身、うん、であのジャストサイズの T シャツと雰囲気いいのかな、間違いなくいいでしょ。色もいいしね、色もめちゃくちゃいい、ユーロらしいね、うん、色にね。もう1枚はこれもね、ピチティジャストの T シャツ、普通に T シャツとしてかっけえな、これはこれ 80s の US ものなんだけど、ドラフトビールってのに、はいはい、このアメリカを擬人化したキャラクターが、あー、うん、うんうんうん、なんかこういうさ、うん、何気ないプリントティーとかさ、うん、レントンスタイルに合わせやすいんじゃないですか。それだよね、うん、もうこの T シャツじゃなきゃいけないっていうわけではなくて、うん、やっぱりサイズで選ぶっていうのが大事だと思うね、うん、サイズ、あと生地感か、生地感だね、うん、ちょっと薄いぐらいがいいのかもね、うん、その雰囲気がね、絶妙なレントン感、レントン感ね、正直さ、このレントンたちもさ、うん、あのアウトローじゃない、そうだね、うんうん、で、今さ、サイズがさ、緩めが主流の中、うん、ジャストサイズの勧めってさ、うん、アウトローじゃない？アウトローだねやっぱね、メインストリームからちょっと離れたところでね、うん、街歩いててもさ、うん、ピチッとした T シャツにスキニーで決めてる人、まあ今ちょっとなかなか見ないじゃん。いや見ない見ない、うん、まあ本当に好きな人はね、うん、やってるのかもしれないけど、うん、なんかその緩い人が9人いる中で、うん、1人めっちゃタイトってさ、うん、もうそれだけで個性だし、うんそうだね、めちゃくちゃおしゃれね、おしゃんだよね、うん、本当にね、やっぱマイノリティでありたいなって思うね。あそれはあるね、うんうん、少数派の美学みたいなのをさ、うん、感じない、トレインスポーツ感じるね、うんうん、今見たらまさにより強く感じるかもね、うん、そうだね、本当に、うん、なのでね、こういうおすすめを、そうですね、僕らもね、うん、着て言ってもらえればね、あいやレントンかっこよくないですかって言ってもらえれば、あのおすすめできるよね、おすすめできるね、うん、レントンっぽいのないですかって聞かれれば、うん、やっぱ全体である程度準備できるかなと、うんね、思いますね、うん、では、今日はトレインスポッティング、はい、トレインスポッティング、レントン、レントン、ジャストサイズの提案なんかもリチウムクローバーでね、うん、全然できますので、うん、はい、ぜひね、レントンっぽい服装したいっす言っていただければ、うん、頑張ります。頑張るね、気合い入るね、うん、それはね。で今回レントンやったからね、次回誰かやりたいね、うん、そうだね、うん、せっかくね、メインのねキャラクターは何人かいるわけだし、うんね、みんな結構ね、おしゃれおしゃれ、おしゃんで個性的だから、うん、うん、そういうのをやってきたいよね。そうだね、うん、あとやっぱトレインスポッティングっていう題材を1回で終わらせたくない、うん、あそれはあるよ、やっぱりある、わかるわかる、もっと内容の説明もね、みんな見終わった頃によりしたいしね、うん、うんうん、だからもし誰か主要メンバーでうちの服と絡めてやってほしい人とかいればコメントしてよ、ね、うん、あコメントしてほしいね、うん、これやっとコメント見れるようになったからこの間教えたもんねやっと見れるようになったからね、コメントもね2人とも楽しみに見てるんでね、じゃあ今日は、はい、この辺で締めますか。はい、そうしましょう。では今日もワクワクカルチャーチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。また、はい。